岡県、佐賀県に出されているまん延防止等重点措置が今日から延長されました。期間は来月6日までの予定です。先月27日に福岡、佐賀両県に出されたまん延防止措置は当初20日までの予定でしたが、解除した場合リバウンドで医療提供体制が逼迫する恐れがあるなどとして来月6日まで延長されました。何度も何度もなので、もうそのスタイルに慣れてるから、延長されたからといって取り立てて困ることはない。このまま解除されてもまだ多いままだったし、なんか病床使用率とかもまだ高いままだから。福岡県では飲食店への時短要請は、感染防止認証店については酒類を提供する場合午後9時まで、提供しない場合は午後8時まで。また県民へは基本的感染防止対策の徹底など、これまでと同様の要請が継続されます。